京都北山、北山杉で名を知られた杉の産地です。日本にはこうした木の産地が数多くあります。山で切られた木は里に運ばれます。その木を運ぶ伝統的な運搬具が金馬です。反り状の板に木を渡した簡素な作りです。北山で林業を営む長沢春夫さんは昭和7年生まれ。今では金馬を使える数少ない職人の一人です。作業前には山の神への安全祈願を欠かしません。まず間伐材などを利用し、梅木と呼ぶ木をルートに沿って並べていきます。山で使う手道具を利用し、梅木となる割り木を作っていきます。梅木は地面に食い込ませるように並べていきます。何気なく並べているようですが、斜面の角度により異なった置き方をしています。摩擦を計算し、勾配の急なところには割り木の表面を上に、緩いところでは三角形の角が上になるよう配列しています。カーブでは内側を低く傾斜するように敷いていきます。2トンを超える金馬をコントロールするのはワイヤーロープ1本。ワイヤーロープの先端を木の根などに固定し、ルート上に伸ばしておきます。木を積んでいる最中に動き出さないよう金馬を固定します。積み方も熟練を要します。バランスを考え、かすがいでしっかりと固定し、ワイヤーロープで締め付けます。山にある間伐材などを利用し、荷が溶けないよう固定していきます。平坦なところは梅木に油を塗り、滑りを良くします。荷物である丸太にブレーキとなるワイヤーを巻きつけ、出発です。丸太と巻きつけたワイヤーの摩擦を加減することで、スピードをコントロールすることができます。手のこの掴み方、これを力入れるとふわっと持ってたらスピード出るし、キュッとこう締めたったらゆっくり行くし、それでもまだね、荷重がかかってくる場合はもう一つ巻いてくっと止めれば何歩でも止まるし。谷や沢には桟橋をかけて渡ります。多い時には2トン半もの木を乗せ、6キロの道のりを下ったと長沢さんは言います。1日に5キロから6キロぐらい上行って荷積んで降りてきて、で途中まで上がっとくには、そうせんと明くる日一回できひんから、大概気前引きの場合は山の小屋ので寝泊まりしていう半端暮らしやね。
はい。荷を下ろすと金間は解体されます。ソリをつなぐ木は間伐材を利用しています。解体後は敷いた梅木とともにそのまま放置します。木はやがて山に帰り、新たな命の肥やしとなるからです。最低限のものを持って山に入り、山のものを利用し、そして山に返す、山で仕事をする人たちの知恵と礼儀です。金間引きは全国の木材の産出地で広く行われてきましたが、林道が整備され、トラックなどが木材運搬の主流となりました。現在では小回りの利くキャタピラ式の運搬機が用いられています。木を育み、木を切り、木を運ぶ、何一つ欠けても日本の木の文化は育ちませんでした。山から、そして木から教えを乞いながら、職人はさまざまな技を作り出してきたのです。